そしてモテるようになると思います。まあコミュニケーションね、使い方なんですよね、やっぱね。まあ何度かお伝えしてますけども、ほとんどのトラブルっていうのがコミュニケーションの足りなさから起きる誤解によって生じてるんですよね。だから異業種交流会でもあいつがいるんだったらもう行きたくないってなるわけですけども、なんか意識をしてね、最初からこいつを懲らしめてやろうなんて思う人はいないわけですよ、初対面から。誤解が誤解を生んで、だんだんそうなるわけですよ。言ってみればコミュニケーションが上手な人と下手な人がいるとしたら、上手な人はトラブルに絶対合わないんですよね。でコミュニケーションが下手な人はトラブルに巻き込まれてるんですよ、常に。なんか人間関係悩んでたりとか、意味のない人に参加してもらってね、イラついたりとかね、あいつが悪い、自分が正しいっていう風な主張をわざわざしなくちゃいけなかったりね、そういうことになってきますんで、まあ、だから根底にあるコミュニケーションが上手になるってことをね、第一にできればいいんじゃないかなと思います。さてと、じゃあね、駐車場を探しに行きますんで、ちょっとね、キョロキョロして喋らなくなる可能性が高いんで、ちょっとね、一旦切らし、まあ、いつ切るか分かんないですけども、ちょっとすいません、このまんま黙るかもしれませんけど。おっと、広島空港着いた、よかった。まあ当たり前だ、着くのはね。さてと、止めれるところがあるかな。30分無料か。30分は止めますね。おね、ちょっと金を持ってきてないんですよ、そういえば。財布をね、やばっす、やばっす。車止めるのどこっす。ここら辺が空いてるのかな。はい、じゃあこの辺にね、まだ先が空いてるかな。どこなんだろうね、ちょっとよくわかんないですね、入れていいところか悪いところか。できればね、こう有利なところに詰めたいんですけども、あれ、入り口がないじゃないか。まあ、こういったね、なんかこう意味のない動画は私発信したくないんですけども、まあ、たまにはいいか、今回は。なんかこうやって無意味な声が入ってて、教育的価値も何もないようなね。出口じゃねえか、失礼しました、出口じゃないですかいやー、乱れた言葉が耳に入ると使っちゃいますね、たまにね。はい、じゃあもう一回ターンして、駐車場のなんか入り口らしいところがあったんで、あれ一箇所なんですね。めったに来ないからもうね、忘れてしまいますね、来るたんびに。はい、もう一回行きますよ、再突入。皆さんにはね、無駄な時間をおかけしております。大した情報もなくって、まあ景色をね、見ていただくぐらいしかできないと思いますね。もう一回同じね、これが本当に無駄なんですよ。無駄をね、ものすごく私嫌いなんですよね。あえて無駄をしたいときは意識して無駄をするんですけども、計らずも最短を願って無駄になるのってのはやっちまったと思いますね。ね、考え方を切り替えて、これは意識して自分で自らやったんだ、学習のためなんだと思うことにしましょうか。はい、じゃあここのね、駐車場の入り口、ここからしかないみたいなんで、ここからズバッと入ります、空港内でちょっとね、お茶でも飲むようになると思いますので。はい、料金所になります。押しボタンを押して駐車券をお取りください。よいしょ。今みたいに女性が渡ってくれたじゃないですか。あれね、私思うんですけども、車が先に行った方がいいような気がするんですよ、いつも。
下手に紳士ぶって待つと、歩行者の方って焦って渡らないといけないですよね。悠々と歩くことがやっぱ気使ってできないんで、かえって迷惑かけてるんじゃないかなと思いますからね。皆さんどう思われます？私はね、速やかにさっと行く方が紳士的だと思うんですよね。待つってのがね、本当にいいのかなと思っちゃいますよね。もちろんね、車が数珠つなぎになっている場合は、連発してるときは待たざるを得ないんですけども、1台のときは待たなくていいんじゃないかなと思いますよ。空いてないです。空いてない。おい、どこが空いてんだ？どこだ？チラチラ、チラチラ。あ、そこが空いてたみたいな感じがするな。ここはどうだ？ここが空いてるぞ。やったー。結構遠い。でもまあ、許容範囲、ダイエットだと思って止めよう。はい、到着になりますか。この車をね、止めたところを忘れそうですけど、私はいつでも忘れるので。後ろがセルシオで、前がセルシオ、トヨタ車がね、がっぽり並んでますけども、できればね、大きい車のそば嫌だな、開けにくいから。こっちがいいな。中型車、中型車に囲まれてた方がドアが開きやすいですね。これもハリアも図体がでかいんでですね、居住性はいいんですけども駐車スペース困りますよ結構。